今日は憧れの白良荘グランドホテルに泊まってみました。まあこれからやねんけど、ここは面白いな。もうすぐさまホテルからビーチ行けるのがいいですよね。タコタコ滑り台もあるし、夏場と違って砂浜がガラガラや、最高。 Google マップ見てるとこの辺にお店あってんけどな。この白良荘の裏側です。なんか白良荘グランドホテルの横に神社がありますんで、ちょっと中見てみようかな。あ、すげえ、ちゃんとした神社や。これ目の前にあの相撲のちゃうかな、なんか相撲のやるとこみたいな感じしますよ。こんな観光地の裏側に神社仏閣があるとは知らんな。興味ないもんな。まあこういうのは目玉なんですけど、コロナのせいで水止まってます。うわ、でっかい木、すごいなこれ。湯気立ってる？湯気立ってる、ほら、ぬくい。あ、あったかい。この下に温泉出てるの。これ温泉やな。おお、すげえすげえ。温泉が道端に出てます。湯気があったかい。2時半。過ぎちゃったけど。ウェルカムドリンク、ウェルカムドリンク。頃合いのいい時間帯なんで、ちょっとウェルカムドリンクを頂戴しに行こう。だってビーチのところ歩いていけんのがいいよな、ここは。白良荘は夏場混んでて入られへんから、冬場がちょうどいいっすよ。夏場高いで。これラウンジがあって、まあ、チェックイン前の時間ですけど、2時半からウェルカムドリンクが飲めます。ウェルカムドリンクはどれか全然わからないんだけど、あ、これ。ウェルカム。こんにちは、テリーです。今日は白良荘グランドホテルのロビーにいますが、ロビーじゃないな、ラウンジ、ちょっとこう豪華なラウンジにいますけど、ちょっとこうたどり着くまでにみかんを、100円みかんを買いに行ってきたんですけど、ちょっといろいろなところの道端にあるやつをちょっと探しに車で行ったんですけど、なんか一番最初行ったところがなんか大小入り混じったような、これで100円というようなみかんが入ってまして、あとはね、あの普通のみかんを道端で買いました。食べたの？みかん食べてない。一回食べようか。一回食べてみたら。一回食べるわ。どれが美味しいか分からへん。ママちゃん試し食いや。試し食い。うまかったら買う。うん。ちょっと白いとこ多い。うん。ちょっと皮が厚みやな。あ、でも美味しい。美味しい。ほな買う？若干蜜っぽいかな。買おうか。最後おばちゃんとこ行ったんで、牡蠣をね、牡蠣買ったっけ？牡蠣買った。牡蠣も買って、最後に1個牡蠣くれました。それと何といってもなんか97歳のおばあちゃんが作った手まりを2個100円で買えたんで、それが一番の収穫でございます。おばあちゃんの作品これ、かわいい。似たようなもの、あかんか、赤色にしようか。97歳のばあちゃん、97歳、
97歳のばあさんが作った手マリ。ジープと97歳のおばあが作ったマリ。インスタ映えやろ。インスタ映えやで。マリ。みかんで迷う。わしら。一応チェックインは3時なんで、まあ3時までまだちょっと時間があるんですけど、その間に、ウェルカムドリンクを飲ませてくれるんで。あ、名前呼んでますわ。ラウンジにずっと待ってると、なんか荷物を届けてくれます。手元に。こんな感じで。行きますか。な、うん、すごいね。サービス抜群。さすが、白ラソーグランドホテルや。昼飯はですね、相変わらずのマルタ屋。美味しいですよね、この和歌山ラーメンのマルタ屋さん。まあ、他にも何軒か有名どころはありますけど、ちょっとこうチェーン店なんで、見当たらしさはないかもしれないですけど、皆様の中へどうぞ。まあ、定番の美味しいラーメンが食べれるので行っちゃうね、どうしてもね。で、ここでわしの言うのは卵飯卵かけご飯ですね。これがめっちゃうまい。この食べ節いらんの。ごちそうさまです。汁全部飲んだらやばそうやから、ちょっとだけ残そう。スーパーの箱で部屋まで行くんで、ものすごい風。なかなかの部屋でございます。おお、全室オーシャンビュー。まさしくオーシャンビュー。こんな感じや。すげえ。こうか。おお、なかなかよろしませんか。お菓子ついてた。これうまい。うまい。エースやわこれ。エマニュエル・ボーヤや。最近なんか YouTube のあれで知り合った若パンさんという人が近くに来てるらしいんですけど、ちょっと若パンさん当てクイズせなあかんな。窓の向こうにおる。ちょっと隠れた？あのどこにおる？どこや？そこの松の影におる。どこ、あの影？松の影に。どこや、わからん。ちょっと手振るからこっち見てって言ってよ。どこやろな、何にも見えへんもんな。おっちゃんの方が太ってるからわかりやすいと思うねんけど。全くわかりません。全くわからんので、今からママちゃんが下におります。果たしてわしの手振ったのがわかるんでしょうか。おったおった。おったおった。おったおった。どこ。あそこあそこ。どこ。あそこあそこ。あ、ええ。これ。あれあれ。ああ。あ、どっかで見たことある人がおる。パソコンの画面でしか見たことない人を目の前にいる若パンさんです。長年かかって、長年もかかってないけど、なかなかチャンスがなくて巡り巡ってきました。なんか若パンさんから面白い話を今聞きまして、マンション持ってるらしいんですけど、そのマンションがなんと80万で買えるって。80万って。でそれを350で売って、お金持ちじゃないですか。いや、ほんでそのお金で
三段引きの前買って、へえ、あそこが安かったよな。不動産王じゃないですか。いや違う、みんな転売ですよ。転売でだからそうやって住んだら、あの土地転がしです。土地転がし、マンション転がしです。マンション転がしです。いましたよ、ここにマンション転がしが。マンション転がしです。もう転がされてばっかりやから。まあ夕日も綺麗しね。綺麗ですね。夕日が綺麗。朝来るときはどうやろう、結構雨模様やったんですけど、曇り空で、こっち来たらよう晴れとるね。見て、ほんともうすごい夕焼けが綺麗わ。これが白浜の夕焼け。こういうねチャンネルをやってる人で面白いね。こう和歌山のシリーズをめっちゃやってるんだけど、こんな感じでね、こんな感じでね、やってる内容はね、動画は基本的には静止画が多い。だから珍しいですよね、そういうのもね。仲良し、仲良し、手繋いでる、仲良し。ということで、若パンさんでした。なんか結構あの、ちょっと喋ってましたけど、気がつくとすっかり夕暮れで。いいな、これな、ここのホテルな。ほんま目の前がビーチなんで、結構夜遅いまでプラプラできるんじゃないの。まあでも日本的やな、平和やわ。パタヤとはちゃうわ。ちょっとパタヤとこういうとこも見せてほしいけどな。もう夜中にこの辺でどんちゃん騒ぎとか、でこの辺でバーッとこう屋台とか出てる、やっとったらな、ここで屋台とかやったらな、ちょっとパタヤっぽくなるんやけど、まあそこはジャパニーズなんで静かに過ごす、それが日本方式でございます。まあということで、ちょっと一旦ビーチから部屋に戻る、部屋じゃないな、中に入ろうか。ちょっとあのグルメシティ行く、グルメシティ行くの。いや俺もグルメシティ行くわ。じゃあちょっとグルメシティで買い物やな。どっちから出てくるの、どっちから出てくるの。え、それはないしや、これは滑り台というよりも何やろ、こっちは滑る。一個も滑らんやんけ。近くにトゥットゥットゥルルルあります。ちょっと買い物、こんだけ買い出し。和歌山も広いので、まあ、その中でも白浜はどうしても観光地なんで、お食事どころの、ね、値段が結構高いです。あのたくさん人来ますからね。その中でもあまりめったに行かないとこがあって、居酒屋トモさんっていうのがこのホテルの近くにあるので、今日の夜はそこで、飯を食べてみたいと思います。さすがシーズン外れで、あんま人がいねえな、もう並んどって嫌やもんな。どうも、ここええな、ちゃんとメニューが覚えてあるから。メニューがあってよろしいよ、す芋か。え、どれが美味しいって。キシー、芋コロッケ。コロッケやん、いろんなメニューが前にあるのがいいよね。揚げ物、和歌山特産、クジラ。クジラいらん、ちょっと早いけど、まあいいってことよ。すごいよ、テーブルに貝殻あるやん。テーブルの貝殻。この電話は使えるんやろうか。可愛らしい、ビールドドライ。おしまい。おお、めっちゃ軽やか。おお、すげえ。
げえすげえ明るいな。動画で見てわからんと思いますよこれ。明るい農村めっちゃすごい、めっちゃすごい、めっちゃすごい。インサー付き、え、あ、すごいな。これ1号1号とか2号ぐらいですよね、これカラフルな感じ。すごい味のある魚の中で、あれやな、マヨネーズやろ。長芋と明太子のもんじゃく行ってください。箸で受けるのかな。一応一応しかない最高の虫。熱っ。後ろから取ったの食ってないけど熱っ。後ろから取ったの食ってないけど熱い。これが鶏の炙り焼きや。ちょっとまあじゃあレモンかけて。なんでそういうのレモンかけるか。これ何やったっけ。レモンの残骸や。完成炙り焼き。いや軽やかな感じ。おまっちょ。シュー梅コロッケ。これはめっちゃうまそうやな実際。あ、メインは梅やコロッケ。ホクホク。うまい。コロッケのポテトの中に梅が入ってる。これはうまいわ。ごちそうさまです。またビールついてくれますってことでビール飲んでごちそうさまです。白浜の夜静かやな。やっぱ夏じゃないから夏やと大にぎわいやで。やっぱこれぐらいがいいな。ジジババにはヨールヨールヨールのシララハーマーじゃない、シララグラン、シララスゴグランドホテル。誰もいない。おはようございますということで、ちょっとホテルの紹介をしますかね。このまま入り口、ホテルマンがなんか運んでくれるやつですよ。でちゃんとこういうアルコール消毒もきちっとしてます。エントランスも広い。今の時間は7時半。今回泊まってる部屋は4階なんですけど、まあ、その前にちょっとこう1階がものすごく充実してるんでちょっと見に行きます。前ってすぐ側にこうお土産屋さんがバーンとありますんで、結構あのちゃんとしたホテルなので厳しめに撮影はいろいろ禁止になってると思います。おう、かげろう紀州名物。また帰りかげろう、生かげろう食べて帰ろうかな。でパンダさんが、でこっからアドベンチャーワールド行く人が非常に多いと思います。でこっから直接ビーチ行けるのがこのホテルの特徴なんですけど、その前になんかちょっとこっち行ってみよう。ここにプールがなんかある。今多分閉まってると思いますけど、プールプールプールクローズ9月30日持っておりました。こちら側にはこういうプールが、夏場はだから大にぎわいやろな、子供たちで。アドベンチャーワールド行ってそのままこのホテル泊まってプールでさばくっていう。でこちら磯風って書いてますけど、こっち行くとなんかそういう店がある。素泊まりなんで飯は食えないですけどね。でちょっとプラッとこのままこっちもホテルでしょ。このホテルからもそのまま外へドゥーンって行ける。昨日も行ったけど
ゆっくりしまうな。多分ここはこう夏はこう砂を取れるようにこう水が出るようになってますわ。ここから水が出ないかな。多分ここに水溜まってると思うんだけどね、夏は。で、こっちのビーチにそのまま行けるんですけど、ほらちゃんとこう砂場行くと砂だらけになるんで、ちゃんとこういうふうに砂まみれにならないようにグリーンのマットが敷いてあります。すごい。で、この周囲はもうこれ何て言ってんの、松林に囲まれてるんですよ。このカメラあんまりこう急いでくるっと回るとくるっとカクカクする。ひっくり返すとこんな感じの、これホテル全景ってことで、もうちょっと行ってみよう。朝のよいしょ、白良浜ビーチ。もうどうでしょう、すごいね、相変わらずいい景色だわ。ちょっと今日は朝飯を、まあこの辺でチアリングしながら食べようかなと。最近チアリングばっかり言ってんな。わしらの間で流行ってますチアリング。白浜の街並みですね、これはね。朝の街。最近は、まおちゃんから、顔面に汚い顔出さんわえ、出さんわえって言われるもんで、全く顔を出すのに影だけで、シャドウテリーさんです。でね、あの辺がね、多分お風呂なんですよ。お風呂場。覗けるかな？無理やろな。多分今は下が、男湯で上が女湯。昨日は上が男湯でしたが女湯でしたが。お風呂です、お風呂。で、お風呂は、やっぱりこういう大きなホテルはね、撮影禁止です。で、ちょっと撮ってもええって時間外にって言っても、やっぱりテレビ局さんぐらいの規模のとこじゃないと OK を出さないですね。すいませんけどダメですって言われます。なので、撮れません。撮ったらダメっていう、看板があったんで、そこの、ところに気づくまでは撮ってます。残念ながら申し訳ない。一応まあここ安全、いろいろあるんで置き引きとかなんかね、そういうのがあるから、一応カメラが作動中でございますわ。カメラ作動中、こっちもカメラ作動中。カメラどこや、あ、これか。今映ってるかな。今あなた私の YouTube に映ってます。以上です。こんな感じね。多分あの辺がうちの部屋、4階や。でそのちょっとだけ映りたいもんで自分の背中だけ映しました。じゃあちょっともう一回ホテルの中入ってみようか。二手に分かれてるからこっち行ってみよう。こいつあんまみんな人通んないんだよ。こっちがね、この中がラウンジになってるんで、ちょっとラウンジの外側歩いてみようか。綺麗な、これハイビスカスかな？何の花やろな？これハイビスカスっぽいよね。ハイビスカスといえばハイビスカスエさんやん。ハイビスカスエさん元気かな？と、和歌山の片田舎の白浜で考えております。こんな感じで、この下が中がラウンジ。こっちがね。ビールもちゃんと飲める。あそこでお金払う。で今皆さんこう飲んでますけど、ウェルカムドリンクはな、朝のコーヒーもなんか無料で飲めますよ。ということでコーヒー飲みます。一応砂場から入るときもちゃんとこういう安心安全。ラウンジ名はシュガービーチ、砂糖のビーチ、砂場800円のドリンクセットやってるで。ラウンジは朝は7時から11時まで。あ、本格的なやつ。朝は本格的なやつが来ます。新聞もちゃんと置いてあります。あ、恐怖の朝日新聞が置いてある。早く潰れろ。
やっぱ本格的なコーヒーはうまい。この辺は昨日と一緒や。じゃあちょっと部屋戻りますか。2階はなんかいっぱいこう宴会会場があって、な、会社のなんかやるときはこれ便利かもしれんね。使ってみるか一回。他もありますよ。さっきのラウンジでカラオケルーム、ここまで来てカラオケをする人がいるんだ。あ、喫煙室もちゃんと、さっきのプールね、屋外プール。でこっちが大浴場です。貸し切り風呂もある。これ多分ね、あん、ま、取れないです。基本的に取っちゃダメなので。取っちゃダメマークがあります。こちら側、昨日は向こうが、そこが女湯やったんで、今男湯になってますから、ちょっとまた後で風呂入ってみよう。開けて待ってくれてるのがすごいな。このロイヤルフロアっていうのが気になるねんな。なんかすごいとこなのかな。一応4階に自動販売機、自販機、ウスター、ビヨン。値段は通常通り。ということで、ちょっと6階行ってみようかな、どんなんか。ロイヤルフロア、木舟。木舟さんです。何やろな、これ。ロイヤルフロア、木舟。あ、だからフロアの名前が木舟なのかな。多分部屋がちょっと豪勢なんやろね。よくわからん。まあ、ネットかなんかで見ればわかる。多分高めの設定の部屋になっちゃうな。もう外から見た通り、ものすごい廊下が長い。どこまで行くんだろうな。まだあそこの角を曲がってるんで、あの角を曲がってからも、もしかしたら部屋があるのかもしれない。ちょっと行ってみようかな。ペタペタうるさいな、これ。すごい、まだ部屋あるやん。これ端っこ取った人気の毒やな。この辺が終わりかな。この辺が終わりか。端っこの方がちょっと、この辺の部屋はでかいんですよ。もういい、もういい、やってる。なんか音が、謎や。喫茶定食どこ、アイス。この店朝やってるらしいぞ。ホテルの近くにちゃんと素泊まり行っても大丈夫や。朝定やったわ。朝定、はい、朝定がありました。なんかこういう、オレンジが濃いの。ごちそうさまでした。さっきちょっと見てたあそこもモーニングやってるらしいけど、なんかちょっとな、よくわからなかったわ。今度ここ行ってみようかな。銀座。これ上なの？写真撮った。上じゃないんかな。よくわからへんな。喫茶店で書いてある。さあ、ロータリーを戻りますか。これを戻るとホテルだぜ。パンダ。ツバメの巣がある。え？ツバメの巣がある。ほんまや。あ、6月ぐらいに来たツバメが、まあ。ほんまやな。ええ感じやん。ビーチでチアリング中やん。もう抜け。もう至れり尽くせりなホテルやな。何でもある。階段結構きついね。見たり下がったりして。安心できる以上の安心がある。旅行行くのも便利やしな。年寄りの動画の欠点は、こうビーチ沿いでも絶対ビーチに行かないっていうな。ビーチに行かないんだよ。
あ、やばいな。じゃあ簡単にお部屋紹介いきます。こちら下駄箱、下駄箱はスリッパついてます。セッタやね、言うても樹脂やけど。でパーンと行くと左側が浴室でございます。まあ浴室なんて使わんけどな。まあちょっと作り自体は古いから、そこがボンってなってなおかつ別れ取るやつやんな。これあんま好きじゃないな。あと老人対策用に手すりもついてます。もう日本国内でこれやってもしょうがない。基本的にちゃんと水出てきますよ。で嬉しいことにバスタオル、これはね今もう使っちゃってますけど、全部で4枚ついてますね。2人部屋やけど、これ物干し。でここは流し場ですけど、バーンとこれ大浴場にあるやつと一緒、これね。で手洗い用と顔やるやつ、こっちにもあるね。これはコンディショナーとシャンプー、ボディーソープ、ドライヤーはパナソニック製で、カミソリと歯ブラシね。この歯ブラシ結構いいやつ、白素が取りやすかった。ここも同じく分かれてるやつね。これはもう最新じゃないです。でも綺麗で、お風呂場を出ると目の前がトイレですわ。ちょっとこのトイレ2人でうんこするのが臭い。ただ香りのやつがついてる。多分中も液体入ってないですね。これもうわナショナルって書いてある。松下電工もうメーカーとしてもメーカーは存在してるけど、このブランドは今使って。嬉しいのはティッシュの横にティッシュがで、しかもトイレの横に冷蔵庫。これはなぜか東芝。あもうなんかママ何も入ってないやん。あ水サービス、あこれ水サービスやって、いろはさわさびもサービス。でこっち入ると畳マットでございます。畳マット部屋は10畳かな。こんな感じだね。あ空気清浄機もありますよ。空気清浄機つけてないけどな。あこれ加湿器、空気清浄機やな。あつけた、今つけた。その横がクローゼット。クローゼットは一発で言えた。一通りの浴衣は全部大中小こんな感じで揃ってますわ。ただまあエアコンに関しては集中管理ですので、まあまあ好きくないです。でもよう聞く、さすが白ラスブランドホテル。一応壁掛けの絵がある。掛け軸のところはかなり薄い。ちょっと掛け軸を掛ける。これ何どこの前だっけ。和風の装いがちゃんとある。テレビこれはまあ BS まで映ってたんで、多分 NHK のが習ってますね。あんないよ。その横に電音部は、これ夏場はいいよね。カトリセンコで、純日本風の軒先のベランダ、ここがくつろぎ場所です。でぐーっと前見ると白良荘のパノラマですわ。これ多分水着のお姉さんたちを望遠鏡で観察できますね。で、あっこがお風呂。エルマールさんこんなとこにおるの。あれもっちやな、こっち風呂。あ、お風呂、大浴場。あ、向こう男いよ。変わった作りやな。じゃあな、ママちゃん。今からママちゃん女湯です。わし男湯。ええー、な、男湯上がる手前がもう、横がビーチや。すげえ。上上がってもビーチちゃうか、見えるんちゃうか。いいね、白良荘。ほらほら、ビーチ、ビーチ、ビーチ。目の前、ビーチ。すごいね。ここでお風呂行こう。男湯。初めて、こっちも男湯。向こうも男湯。あ、こっちの客室から入れる男湯か。あ、普通にこっちやな。ダメなので中入れません。入れないで中取れません。
なんかあっという間に日が沈むぞ、こりゃ。おうだだと夏だぜ。風呂上がり。一応なんかこうベランダの席が、普通は一人座りようやけど二人座りになってるんで、頑張りゃ4人座れるね、そういう感じや。泊まれるのじゃ4人。4人泊まれるな。広いし。まあ基本ベッドじゃなくて布団なんで。やっぱあれやね、ママちゃんきれいにしてんね。汚いわ。まあこんな感じでございます。おいいね。だいたいちょっと高めのホテルは見晴らしがいいな。ママちゃんが言うにも安心して泊まれるとのことです。でもこれ館内情報をスマートフォンで見れます。QR コードで。とりあえずこんな感じです。やっとけのにママ。ということで、そろそろ帰ろう。